で、三権分立は知ってるな。立法権の国会、行政権の内閣、司法権の裁判所。権力が集中してしまうと誰も止められないから。覚悟は決めたのか？他の方法なんて考えてもねえから、我が輩の言うこと聞いとけって。あ、猫の鳴き声しなかったか。噂になってる猫がその辺にいるのか。ほら静かにしろ。大事。本人見てんだけどな。おい、あれ。ほら、授業中だぞ。あれ、飛び降りるんじゃ。なに、すいません。しょ、マジ。こら、座ってろ。出て行くな。嘘でしょ。すずい、ちゃんと行こうよ。どうなってんだ。俺らも中庭に行こうぜ。野じ馬だらけじゃねえか。こっちはダメだ。実習棟の方から。あ、なんだよ。どいてくれ、どうしてくれって。中だぞ。しよう。こいつらクソだな。誰か付き添いを。教職員の方いらっしゃいませんか。私は担任ではありませんから。こういうのは校長が。行きます。早く。ねえ、どうして。なんか変じゃね。今度こそ吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。
他の生徒もまだ返さないでください、先生方。痛いって。なんで逃げたんだよ。え、逃げてないし、飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ。チクったとかも言わねえから。鈴井は、鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に、俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから。俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生、機嫌が悪いとご指名で殴るんだ。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井、昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて、鴨志田先生すごくイライラしてたから、きっといつもよりひどいこと。まさか、あの野郎。あ、坂本、きっと鴨志田先生のところに行くつもりだ。2階の体育教官室だよ。体育教官室に入っていったぞ。急いで追いかけよう。何しやがった。なんだいきなり。しわばっくらんな。いい加減にしろ。あれは指導のもんかよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。100歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんなやつが何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。かわいそうに。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。うっせんだよクソが。なんで止めんだよ。けどよ。ほほ、お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやるよ。そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者面してるけど前歴のことバラしたのお前だろ。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ三島。言われて仕方なく。さあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来、俺に奪われて終わりってわけ。分かったら、とっとと出てけ。こんな奴のせいで。お前、
そうか、あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行って、あのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて、歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。お前は？そういうことだ。そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか。試したことあるんだろ。いつそんなこと言った？は？は？知ったかぶりかよ！大学って本当噂になってる。またか、鴨志田の野郎。んなこと言いに来たのかよ。鴨志田やるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。お前には関係ねえ。首突っ込むな。関係なくない。志保は私の。邪魔すんなって言ってんだ。容赦ないな。あんなとこに連れてけるかよ。思い詰めなきゃいいけどな。いざってなると女の方が大胆だったりするもんだ。さっさと鴨志田やりゃ済む話だ。今から行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな。気合い入れてけよ。あ？怪盗？密かに入り込み華麗にお宝を盗み出す。まさに怪盗じゃねえか。なんかかっこいいな。しかも鴨志田の名前と学校と城だっけ。音声入力で謎の異世界に。どんな仕組みだこれ。誰かが作ったんか。少し気味悪い気もするが役に立ちそうだしいいか。鴨志田の野郎見てやがれ。行くぜ。やっぱなんかするつもりだ。スマホが関係あんの？名前と学校と。よし、人暴れするとしますか。何これ。高巻？その声坂本？もしかして。なんでいいんだよ。知らないよ。何？ねえ、ここどこなのよ。学校なんでしょ。なるほどな。ナビってやつに巻き込まれたんじゃないか。一人が使えば一緒に入れるなら、使ったやつの周りも巻き込むってことだろ。マジか。てか鴨志田に関係あんだよね。とにかく出てけって。やだ。騒ぐとシャドウに見つかるぜ。嘘、喋った。化け猫。化け。てか説明しなさいよ。それまで帰んないからね。無理にでも追い返すしかねえ。つってもどうすりゃいいんだ。入った場所へ戻るじゃねえの。前そうだったろ。そっか。なら手貸してくれよ。な
全部終わったら話すから。ちょ、どこ触ってんの？お、ごめん、じゃなくて、あんたらマジで。今度からナビ使うときは気ぃつけねえと。使う道具のことは確かめとけよ。なんで見てただけの我が輩の方が詳しいんだよ。うっせえ。つか、出鼻から高牧に知られちまったよ。さっさと片付けるしかねえぞ。彼女、高牧アンって言うんだろ。アン殿か。シャドウどもに気づかれてるぜ。気合い入れてけよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。ジョーカー？あだ名か？ダッセイ言い方するな。コードネームだ。本名で呼び合う怪盗なんて間抜けだろ。我が輩嫌だ。それにパレスで名前を大声で呼び合ってたらどんな影響が出るかわからねえし、念のためだ。つーか、なんでこいつがジョーカーなんだ？戦力的に切り札だからな。決定だな。次にリュウジ、お前はそうだな、ヤンキーだ。喧嘩売ってんのか、自分で決めるわ。うん、俺っつったらこのドクロマスクだろ。いや正直嫌いじゃねえよこれ。ドクロって英語でなんつんだ？聞くのかよ。スカルじゃないか。お、いいんじゃね。俺スカルな。何がいいよこいつのコードネーム。モナでどうだ？まあジョーカーもそれで呼びやすいなら納得してやる。よし、我が輩らはたった今からジョーカー、スカル、モナだ。今後はコードネームを徹底するぞ。よっしゃ、お宝ってやつを取りに行くか。ダッシュで行こうぜ。侵入者の一件、なかなか面白い余興だった。だがあんなクズどもに俺様の城を荒らされるのは我慢ならん。警備を強化しろ。見つけ次第殺せ。首を持ってきた者には褒美をくれてやろう。うおー、鴨志田様万歳。侵入者には死を。なもな、あいつぶっ飛ばせばそれで終わりなんじゃねえのか。バカ、見ろあの兵士の数。自殺行為だ。前のでこいただろ。それにお前らはあいつに罪を告白させたいんだろ。だったらあいつを倒しても意味はない。欲望のお宝を盗むんだ。あったよ。でお宝ってのはどこにあんだ。きっとこの城の奥だ。奴がここへ出てきてる今のうちに奥へ潜入するぞ。くそ。前にホールドアップと総攻撃については教えたな。ホールドアップには敵を倒す以外の生かし方も。シャドウってのは人間の心から生まれた存在だ。当然言葉だって喋る。つまり会話できるってことさ。わかるか。追い詰めてから話しかければ命惜しさに自分から金品を差し出してきたりもする。
実際その方がただ倒すよりいいものが手に入ることが多い。さて、じゃあ最初のステップだ。敵をダウンさせてホールドアップしてやれ。敵ダウン！ジョーカーすごいじゃないか！マジ？まあそういうことだ。さ、金なり道具なり出してもらおうか。ごめんね。あれ、予想外の展開。いや、そういうことなら仕方ない。マジ？残念だが急いでるんだ。もう！起きてる。すっげえ。我は何時？何時は我？なんだよ今の。何が起きた？なんてやつだ。お前はたった一人でいくつものペルソナを扱えるのか。おいモナ、今の何なんだよ。ジョーカーは何したんだ。敵の姿や力を仮面に封じ込めて新たな自分のペルソナに。こんな系統ができるもんなのか。我が輩も見たことねえぞ。当たり前だろ。心は一人に一つなんだから。ペルソナは普通一人一体だけど、その技我が輩らの戦いをだいぶ有利にしてくれそうだな。よし、チャンスがあったらもっと試してみろ。スカルも協力しろよな。おい、こうなりゃ片っ端からホールドアップ決めてやるぜ。ますます気に入ったぜ。
我が輩ってばやっぱり持ってるな。宝箱だぜ。暴いてやる。何者だ。よし、こちらの先生だ。マイコー、そこか。ペルソナゾロ、斬撃に行けるぞ。ここでペルソナだ。意を示せゾロ。何ゾロ、よりわが半身ゾロ。さあ自分の実力が怖いな。まあいいけど、ほーひーほさて、暴いてやる。何者だ。とんでもない奴らだ。よし、こちらの先生だ。よし、そこか。敵ダウン。上官すごいじゃないか。この力があれば。よし、暴いてやる。何者だ。とんでもねえやつらだ。先制攻撃チャンスだ。いっちゃおう。エルソナいただいていく。おー、動くんじゃねえぞ。これで終わりだ。金お迎えな。そうだ、鮮やかな勝利だ。我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。おい、これ。ここ、さっきんとこだ。てか、なんなのこのアプリ。坂本の言ってた言葉言っただけで、こんな。姫！なんか前よりシャドウ多くね。ここまで来るだけで一苦労じゃねえか。
お前らが鴨志田挑発したせいだからな。にしても鴨志田のやつ、ずいぶん警戒してるな。お宝盗むって、何やりゃいいんだよ。慌てんな。まずは潜入ルートの確保だ。潜入ルート？お宝のありかまでのルートだよ。けどやり遂げるには正直もうちょい戦力が欲しいな。せめてあともう一人。お前記憶ねえっつう割にはそういうことだけは覚えてんだな。こいつ本当に記憶喪失だと思うか？あっちのバカとは違うな。バカっつうな。大げさなこと言ってただの野良猫ってオチじゃねえの？そんなはず。しかし姫はどうしてあんなところに。姫？侵入者の反応を追ってたはずなんだが。何でもいい、早く姫を鴨志田様のもとへ。姫ってなんだ？調べといた方がいいぜ。これ質問から逃げやがった。城とかナビも謎だけどよ、ぶっちゃけモルガナが一番謎だよな。そうだ、終わり。俺なんだっけ。スカルだ。やべえぞ。早っ。あんたのがお前らの知り合いのシャドウに連れてかれてる。はあ？いやさっき追い返したろ。アンドノがナビを持ってたらありえねえ話じゃないぜ。まさか俺ん時みてえにいつの間にか。くそ、せっかく逃がしてやったのにてめえから来たのかよ。つけておこう。よし。よし、行こうぜ。状況分かってねえよ、あいつ。早く助けてやろうぜ。いいか。よし。なんなのこれ、マジで警察呼ぶから。そいつが侵入者か。鴨志田、てかここ何？なんで学校がこんなになってんの？こんなのを俺の案と間違うとはな。怯えてるのか。その格好、正気。いいんだよ、ここは俺様の城、欲望の世界なんだからな。何それ、こんなの風俗とかってやつでしょ。生きのいい奴隷だ。シャレになってないっての、ふざけんな鴨志田。俺様2件してるぞ、どう思う。口答えなんて
許しちゃダメです。というわけで処刑だな。どうやって遊ぼうかな。バラバラに解体しちゃおっか。マジなの。ひでえ。部員の女子のこともこんな風に見てやがったのかよ。おい、あれ高牧。これからお楽しみって時に。こいつ何なの。てめえ何回来るんだよ。どうせお前もそこの族どもと同じだろ。俺様に文句があってきたんだよな。けど、名前忘れたけど、あいつ飛び降りたのお前のせいだからな。え？お前が相手してくれないから代わりしてもらったんだよ。ふざけないで。やめろ。それ以上動いたら即殺す。くそ。お前ら見ていけよ。解体しよう。やめて。まずは服からバラしちゃおっかな。やだ先生、ドエロすぎ。おい、どうすりゃいいんだよ。高巻。これさ、天罰かな、司法の。最初からそういう顔してりゃいいんだよ。司法、ごめん。そうだよね、こんなクズに言われるがままなんて。どうかしてた。だからよ、奴隷はおとなしく。うるさい。もうね、無理。マジでムカつきすぎてどうにかなっちゃいそうよ。まったく、出番が遅すぎる。お前は立ち向かわないで誰が恨みを晴らしてくれるの。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我は何時、何時は我。やっと契約結べるね。超えるよ、カルメン。分かった、もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほどお安い女じゃないから。こいつ、司法から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよ、カルメン。鴨志田様の愛情を理解できる小娘が死んで詫びろ。女を欲望のはけ口ってしか見てないクズだ。愛だなんて笑わせんな。行くよ、カルメン、思いっきりやっちゃおう。ペルソナー、いいぞ、ガキがダウンした。今はそいつと話してもダメみたいだ。これでとどめ。
やっと。いただいていた。我が決意の証を見よ。ベルトナベルトナ踊れヒカルメ。いいぞ、ロングダウンサーガチでいくよ。これで終わりだ。様の思い通りにならぬ女が、いや、あんなの学校の外じゃさ、普通に痛いおっさんだから。我が輩の魅力がまた増えたな。マジかよ。お前、なんで入ってきた？つうか、どうやったんだよ。おい、レディに対してそれはないだろう。大丈夫か、アンドノ。アンドノ？っていうか、これ何？生き物？ねえ、ここどこなのよ。落ち着け、大丈夫だ、心配ない。落ち着けるわけないでしょ。うん、あれ、私なんでこんな格好してんの。いつの間に。いやだ、何この。だから落ち着けるわけないでしょ。こいつは参ったな。すぐに追ってが来る。のんきに説明してる時間はない。仕方ない、一旦引くか。これからって時に邪魔しやがって。たくしょうがねえな。ほら、肩貸せ。お前そっち頼む。ありがとう。戻ってこれたみてえだな。おい、大丈夫か。まあ、平気。ああ、嘘。やっぱまだ混乱してる。無事とはいえ、いろいろあったからな。とりあえずここじゃ目立つ。一旦場所を変えよう。どっちがいい？炭酸じゃない方。どっちも炭酸だ。じゃあ、ほらよ。我が輩のは？え？猫のくせに？少しは落ち着いたか、アンドノ。モルガナだっけ？私、猫と喋れてるんだね。すごく不思議な感じ。あ、ごめん、猫じゃないんだよね。混乱して当然さ。いきなりあんな目にあったのに、すぐ理解しろって方が無理だ。正直まだ信じらんない。それにあの力、ペルソナ、アンドノの反逆の意志だ。それがあればあの世界で戦える。あなたたちの話が本当なら鴨志田を改心させられるんだよね。あいつ自身の口から罪を告白。そんなこと本当にできるの？被害に遭ってる当のバレー部員もだんまり、教師も親も見て見ぬふり。俺らみてえのが騒いだって握りつぶされんのがオチだ。これにかけるしかねえんだよ。だったら私にもやらせて。志保のこと償わせてやりたい。志保をあんな目に遭わせてのうのうとしてるなんて絶対許せない。今さらっと私にもやらせてとか口走ったか。連れてけって意味か。足手まといみたいに言わないで。見たでしょ、私だって戦える。
おい、どうするよ。我が輩も賛成だ。戦力的にも心もとなかったしな。大丈夫、我が輩が守ってやるさ。ダメって言っても一人で行くからね。そっか、こいつ一人で入れんだった。断る方が危ねえのか。たくしょうがねえな。決まりね。じゃあそういうことでよろしく。私は絶対鴨志田に自分のしたことを償わせる。志保だけじゃない、今までしてきたこと全部。もう誰一人あいつのせいで泣かせない。私にできることなら何だってする。怪盗行為なんて危険なこと、成功法だけでやっていけるとは思えない。周りの目を欺く演技、それに長けた者がいてもおかしくはないわ。聞こえてるなら答えて。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、恋愛のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。行くときは声をかけてね。って、そっか、お互い連絡先知らないか。ねえ、番号と ID 教えてよ。じゃあよろしくね、モルガナも。こちらこそだ、アンドナ。いい子だな、あのけなげな心配り。しかも願いのために危険も顧みない意地らしさ。友達思いでおまけに美人なんて子なんだ。我が輩すっかり心を奪われちまったぜ。おいおい、てかこれからはこのメンツですぐ集まれた方がいいよな。こういうことを話せる秘密のアジトがあった方がいい。アジトか、悪くねえ響きだぜ。学校の屋上がいいな、人も来ない感じだったしな。ひとまずあそこが我が輩たちのアジトだ。パレスの中じゃ連絡取れないからな、我が輩こっちに残ってやるよ。というわけでお前、我が輩のお世話を頼む。我が輩直々のご指名だ、光栄に思え。任せた、うち絶対無理だから。まもなく電車が参る。んじゃ、アジトも決まったし明日な。じゃ、我が輩の滞在場所を確認しに行くぞ。中だ、上に行ってろ。何か。すいません先生、こいつが。気にしてない。目障りだ、上行ってろ。帰る、ごちそうさま。またどうぞ。今日はこれで終わりだな。ああ、今の客か。近所に診療所あっただろ、そこの医者なんだがな、適当な診察して聞いたこともねえ薬を出すって噂だ。俺が吹いて回ってるわけじゃねえぞ、近所の連中がそう言ってんだ。ったく、関わり合いねえならそっとしておいてやればいいのによ。まだつかないのか。ああ、
さて、帰って飯の支度しねえとな。おい、ここどこだよ。廃屋。おい、お前。にゃにゃうるさいと思ったら、なんで拾ってきたんだ。居場所か。うちは飲食店だぞ。動物はねえだろう。けど、世話する生き物がいりゃ、おとなしくしてるかもしれないか。しょうがねえな。ただし開店中は騒がすなよ。店もうろつかせるな。つまみ出すぞ。俺は一切世話はしないからな。ここの上司か。お前を廃屋に押し込めてる割には話の分かる親父だったな。と言っても普通の人間には猫の鳴き声にしか聞こえんみたいだけどな。まったく、可愛い声で泣きやがるから。お前皿洗っとけよ。ところで、名前とか決めたのか。モルガナ。ああ、名前つけてやろうかと思ったんだがな。ご主人はお前よりも我が輩を気に入ったようだな。まあ、鴨下の牢獄に比べれば天国か。お前ら、いつか聞いたよな。我が輩が何者かって。正直言うとな、生まれのことは何も覚えてない。異世界の歪みにやられてなくしちまったんだ、本当の姿と一緒にな。だから人間様だ。元から猫ならなんで喋れんだよ。説明つかないだろう。歪みのせいで本性をなくしたのは間違いないんだ。だから歪みの元を晴らしてきっと自分を取り戻す方法だって大体わかってるんだ。城にいたのもその調査のためさ。そういや、あっちの世界では腹は減らなかったな。言っとくけど、ただで世話になる気はないぜ。ギブアンドテイクだ。実は我が輩、知的で器用だから潜入道具を知ってるんだぜ。おっと、こっから先は取引の後じゃないと教えてやれねえな。お世話するのと引き換えに我が輩の潜入道具だ。どうよこの取引。いい返事だ。取引成立だぜ。あらゆる場所への巧妙な潜入と脱出、特殊な道具を使っていた可能性がある。そしてそれを作っていた者がいたことも。答えて。我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我魔術師のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。潜入道具のことはおいおいレクチャーしてやる。ところでお前、パレスで見た力マジですごかったな。
あの力が伸びれば伸びるほど切り札として頼れるってもんだ。よし、今日から我が輩、お前と一緒に行動してやるぞ。ペルソナは心が生み出す力だ。お前がどんな経験を積んでいくかで、あの力にもきっと影響があるはずだ。有能な奴らと知り合えれば、いろいろ役立つ技を覚えられるかもしれない。これも取引のうちだからな。まあ目をつけてやったんだ。期待は裏切らないでくれよ。それでメッセージを送り合ってるんだろ。我が輩も混ざりたいから、お前代わりにポチポチ打ってくれな。やるか。